インドールマイナス3作酸は、オーキシンと呼ばれる植物ホルモンの一種で、複素乾式化合物の一つである。無色の結晶で、オーキシンの中ではおそらく最も重要である。インドールの誘導体で、インドール間の3位にカルボシメチル元を持つ。インドールマイナス3作酸は、植物の成長と発達に寄与している、細胞身長や細胞分裂を誘導するなど、 すべてのオ,オキシンと同様に多くの異なる効果を示す。インドールマイナス3酢酸はまた細胞膜の透過性を制御している。効果でなく代謝的に安定なインドールマイナス3酢酸や1、ナフタレン酢酸などの合成オ,オキシン類延体が園芸分野で使用されている。1940年代におけるインドールマイナス3酢酸の研究の結果に 4ジクロロフェノキシサクサンびに4、4ゴトリクロロフェノキシサクサンといったフェノキシ除草剤が開発された。イバヤナーのように2、2 4d 及びに4、4 5T は、代謝的にも、環境的にもより安定なインドールマイナス3サクサンの類延体である。しかしながら、創始用植物に対して散布すると、迅速で無制御な成長を誘導し越しさせる。 これらの除草剤は1946年に導入されてから1950年代中頃まで農業において幅広く使用された。植物のインドールマイナス3作産は主にトリプトファンからインドールマイナス3ピルビン酸を経由して2段階で作られることが白いヌナズナで示されている。また、白いヌナズナではインドールマイナス3 アセトアルドキシムからも少しインドールマイナス3酢酸が合成されている。このほか植物ではインドールマイナス3アセトアミドやトリプタミンなどを経由してインドールマイナス3酢酸が合成されている可能性もあるが、これらの生合成中間体を含む経路についてはまだよくわかっていない。トリプトファンを経由せずにインドールマイナス三酢酸を作る経路も 植物で提唱されているが、これを否定する研究報告もあり、その存在については、今後さらに検証が必要である。インドールマイナス酸酢酸の生合成は、腸部や若葉の細胞において、特に活発である。インドールマイナス酸酢酸の受容体は、ユビキチンタンパク質、リガーゼ SCF 複合体のサブユニットである F、ボックスタンパク質、ティル1である。 オーキシンがティル1に結合するとティル1は転写抑制タンパク質オークスイヤーと結合する。その結果オークスイヤーが指基地以下分解されオーキシン応答遺伝子の転写が促進される。科学的にはインドールとグリコール酸から摂取250度の環境で合成することができる。 インドールマイナス3作産の最初の合成法は、インドールマイナス3アセトニトリルを出発原料としているが、以後多くの合成法が開発されている。ありがとうございます。